心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は大腸がん検診をお送りします。みなさんこんにちは。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は大腸がん検診についてお送りします。宮崎先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが先生、大腸がんとはどのような病気なんでしょうか？はい、まず大腸について説明します。口から入った食べ物が体の中を通って栄養として取り込まれて、残りがお尻から便として捨てられるわけですが、大腸はお尻の手前にある腸で、主に食べ物の水分を吸収して便を作る働きをしています。大腸は図のようにお腹全体に広がっており、この大腸にできたがんを大腸がんと言います。そうなんですね。どれくらいの方が大腸がんにかかるんでしょうか？はい、皆さんが一生のうちに大腸がんにかかる確率は、男性は12人に1人、女性は15人に1人です。男女とも毎年2万人以上が大腸がんで亡くなっており、がんによる死亡原因としては、男性のがんで3位、女性のがんで1位となっています。女性のがんの中では1位なんですね。大腸がんを予防することはできるんでしょうか？はい。大腸がんにかかりやすくなる原因として、運動不足、野菜や果物の摂取不足、肥満、飲酒などが分かっており、食生活の変化などに伴い、この20年で大腸がんにかかる日本人の数は急激に増えています。大腸がんを予防するには、肉よりも繊維の取れる野菜中心の食生活と、適切な運動による肥満の防止、そしてアルコールを控えることが大事です。なるほど、食生活に注意することが大事ということですね。はい。他に年齢も重要で、大腸がんは50歳以降に急激に増えます。また家族に大腸がんが多い人は大腸がんになりやすいため注意が必要です。早期発見、早期治療をすれば9割の人が助かりますが、早期の大腸がんは自覚症状がないことがほとんどですので、大腸がん検診を受けることが重要です。早期発見、早期治療で9割もの人が助かるんですか？はい。そうすると大腸がん検診を受けることで助かる確率も上がるということですね。では検診について詳しく教えてください。はい。現在市町村で行われているがん検診は、大腸がん、肺がん、胃がん、子宮頸がん、乳がんの5つがあり、大腸がん検診は最も簡単で、最も安価で、最も効果があり、大腸がん検診を受けることにより死亡率を4分の1に減らすことができます。ところが大腸がん検診の受診率はわずか3割程度という大変低い状況です。具体的にどういった検診が行われるんですか？はい。検査自体は便潜血検査といって、簡単に言うと検便です。2回分の便を配られた棒でこすって提出するだけです。津市の大腸がん検診は年に1回40歳以上の方を対象に7月から翌年3月末まで行われています。大腸がん検診によるメリットが証明されているのは50歳以上ですが、家族に大腸がんが多いなど危険因子をお持ちの方は早い年齢から検診を受けても良いと思います。それでは年に1回大腸がん検診を受けていれば 100% 安心なんでしょうか？大腸がん検診は大変有効ですが、残念ながら完璧ではありません。大腸がんを疑うような症状、すなわち便が細い、便に血が混じる、新しい便秘、お腹が張る、原因不明の体重減少などがある場合は、
かかりつけ医にご相談ください。なるほど。自分の体の変化に気をつけて、気になることがあったらかかりつけの先生に相談することが大切なんですね。はい。大腸がんは毎年多くの日本人が亡くなる代表的ながんですが、早期発見、早期治療をすればほとんどの方が助かります。50歳以上の方はぜひ検便をするだけの簡単な検査である大腸がん検診を年に1回受けてください。津市の大腸がん検診は3月までやっていますので、ぜひかかりつけ医にご相談ください。よくわかりました。今回の元気のツボは大腸がん検診について宮崎先生に説明していただきました。宮崎先生、ありがとうございました。ありがとうございました。